この項目ではアメリカ軍の軍用機の命名規則について記す。現在はアメリカ陸軍、海軍、空軍の3軍で共通の命名規則を用いている。1962年9月に導入された。この命名規則は名称に含まれる要素の頭文字をとって MDS とも呼ばれ、航空機に限らずミサイル等にも適用される。本校では 航空機のみに絞って解説する。ミサイルの命名規則については、ミサイルロケットの命名規則を参照。アメリカ合衆国の軍用機の正式名称は、各々の機体に固有識別を与えるために、組み合わされた一連の文字及び数字で示される。最初の一連の文字は、航空機の種類及びとされた任務種別を決定する。番号は同様の種類と主任務も持つ。 航空機の中で機体を特定する。最後に一連のシリーズとブロックは機体の正確な構成を特定する。航空機を含む飛翔体システムの正式名称に含まれる構成要素は全部で10あり、航空機ではこのうち8つが該当する。また、正式名称は MDS の M が示す現状、任務、機体種別。 D が示す設計番号及び S が示すシリーズの3つの基本的な部分からなる。現状窃盗記号現状窃盗記号はオプションであり、通常は正規の軍務に用いる機体には使われない。公式に認可されている現状窃盗記号は次の通り。任務変更記号数々の航空機はそれらの基本任務記号が示す。 特定の任務のために設計されるが、それらの一連の同形機シリーズは、最初の設計とは異なる任務のために設計される。この時、元の任務の能力を維持することもあるが、維持しないこともある。任務変更記号は、基本設計 MDS との共通性を失うことなく、正確に、航空機の使命を示す。任務変更記号が使用される場合は、基本任務記号のすぐ前に置かれる。 公式に認可されている任務変更記号は次の通り。これらは一時ではなく、複数が並べられることもある。例えば、AC-130 ガンシップの場合、ベースの機体が輸送機なので C の機種記号が付くが、攻撃機に改造されているため C の前に A が付加されている。またベースが同じでも、v 十二のように配備先の任務に合わせた、使用によってメガボルト、 HV, CV と変わることもある。FA-18 は FA-18 と表記されることもあるが、の使用は正式には許可されていないため、本来は FA-18 が正式な表記である。基本任務記号基本任務記号は、正式名称の任務を示す部分の核となる記号である。また、F-14 や C-5 のように、 正式名称の任務部分が、基本任務記号だけからなることがある。公式に認可されている基本任務記号は次の通り。機体種別記号を標準機体でない機体については、機体種別を特定するために、機体種別記号を付与する。例えば、r 6 4アパッチはヘリコプターなので H の機体種別記号が付くが、攻撃用途に使われるため機体種別記号の前に、 A の基本任務記号が付く。公式に認可されている機体種別記号は次の通り。設計番号命名システムによると、航空機の機体種別または、標準機体の基本任務ごとに連続して番号を振られることになっており、設計番号を他の文字列との混乱を避けて割り当てたり、メーカー側のモデル番号にかなうように割り当てたり、できるようにはなっていない。 最近この規則は無視されており、航空機があるシリーズから別のシリーズに移行されるとき、航空機はメーカーのモデル番号と同じ設計番号を受けたか、移行前のシリーズの設計番号を引き継いだ。シリーズ記号同型の航空機の異なるバージョンは、A から始まり順に増えていく1文字のシリーズ記号を使って詳細に示されることになっている。しかし、どれくらいの変更があれば、 新しいシリーズ記号を与えるに値する要件となるのかは明らかではない。偵察任務のために回収された F-111C が RF-111C と称されるように新しい任務を遂行するための回収が新しいシリーズ記号を必ずしも必要とするというわけではない。また SAR 任務のために回収された UH-60A が hh-60g と称されるように、しばしば新しいシリーズ記号が割り当てられることがある。規則は破られるために作られると言われるが、機体正式名称を命名システムも例外ではない。長年にわたってシステムに適合しないいくつかの故障が生み出された。いくつか例を次に示す。ただし、このリストは決してすべてを記したものではない。US Navy F A-18 ホーネッツ F-117、ナイトホーク SR-71、B ブラックバード AL-1 マイ空軍の CN-235 から 100MQC。ロシア製や中国製の航空機以外で命名が行われずに運用されている珍しいケースである。統一規則は基本的に空軍の規則を踏襲していたため、 原則的に既存の空軍機はそのままの番号とされ、陸軍及び海軍の航空機は新しい正式名を与えられることになったが、その際重複がない限りなるべくそれまでの番号を割り振ることとした。これ以後の新型機については、空き番号を原則少ない数字から与えられることになった。陸軍航空隊、陸軍航空軍及び後に陸軍から分離した空軍の軍用機の 正式名称は次のように変遷した。1920年9月時点では、によるものであった。例えば、追撃機で水冷のものは、PW-9C などという表示をする。1924年5月、水空冷の区別を廃止。追撃機の場合は P-1 から開始するものへと、変わり、XPW-8B は、P、P-1 となった。 1947年に空軍が陸軍から独立した。その後1948年に追撃機は戦闘機となり F に改められた。アメリカ陸軍では空軍独立後の1956年から規則統一の1962年まで以下のような独自の正式名を使用した。陸上自衛隊が UH-1 をしばらく風 -1 と称していたのは この命名法の時代に装備を開始したことに由来する。また、同期のニックネームのヒューイも、この風マイナス1から来たものである。三軍表記統一前のアメリカ海軍の正式名称は、であった。例えば F6 回ヘルキャットは、グラマン社の戦闘機で海軍に採用された6番目の機体であることを示す。ただし、1番目の機体には、SBD ドーントレスや、 TBF アベンジャーのように数字をつけない。主な機種記号、主なメーカー記号、ABCDEFGHIJKL、アンドレアスパーシュ、カレントデジグネーションズオブ US ミリタリーエアクラフト。デジグネーション、システムズネット、2015年5月17日閲覧。ABCD、DOD4120.1 号、L モデルデジグネーションオブミリタリーエアロスペース、ビークルズ。 globalsecurity.org2015 年5月17日閲覧合併前のベガ社の流れと区別するためロッキードバーバンクと記載する資料もある。p 2ボルトネプチューン対戦紹介機もベガ社現在の頃に当時のベガ社で開発されていた機体である。ありがとうございます。